はい、ということで第2弾になります。これが九十九里オフ会に行く最中、圏央道乗ってる時かな、ちょうど木更津南から茂原の方に向かってる最中に電話かかってきたので、12分16秒ですね、電話かかってきております。これが、10月5日午前10時55分ですね。まあ、集合が12時なので、まあ、1時間ちょっと前に電話かかってきた音声を公開します。はい、こんにちは。あ、もしもし。はい、あの、石田と言いますけれども。はいはい。あの、さっきの動画見てたんですよね。動画、はい。で、あの、私のことを話してたと思うんですけど、ええ、あの、おぎじと付き合ってたのは1年半じゃなくて1ヶ月半なんですよね。あ、知ってますよ。だから3年前に1ヶ月半付き合ったっていうことなんですね。さっき1年半って動画でおっしゃってたんですけど、あ、じゃあ多分間違いじゃないですかね。あの、僕の認識の中では3年前ぐらいに1ヶ月半付き合ってたっていうような感じでようやく出てたので、それを見ただけです。じゃあ言い間違えたってことですか？そうですね、言い間違いだと思います。はい、あの、1ヶ月半と1年半ってだいぶ違うんですよね。はい、で、どうすればよろしいですか？てか、あなたのお名前言ってませんので、誰かという形では多分リンクしないと思うんですけど、あなたのお名前を言ってるわけでもないので、誰と付き合ってるかってわからないので、多分何の問題もないと思いますが。そうですね。はい。あの、ですが、デタラメ言われると困るんですよね。デタラメというか、誰かとリンクしてあなただっていうふうになるんであれば、それは訂正必要だと思うんですけど。名前を言いますね。なるんですか？なりますね。アカウントとか全部と、あの、繋げられて公開されてるんで。え、どういうことですか？だって僕のあのライブの中であなただなんて想像してませんよ。いや、あの、カーノさんじゃなくて、猫女神とかが全部公開してるんですよね。ちょっとわからないですけど、あの、僕が何かを言うことはないですよ。言っときますけど。で、あの、猫女神が、ちょっとこれは、まあ、あの、ちょっと今、あの、圏央道を走ってるので、トンネル内とか走っちゃってるので、もしかしたら電波切れるかもしれませんが。先に言っておきますね。はい、どうぞ。あの、猫女神が言ってることが、はい、嘘が多いんですよね。まあ、嘘か本当かっていうのは僕はあまり興味がないことなので、僕が興味があるというのは、あの、小木津伸介を SNS から完全追放するっていうことだけしか考えてないです。それだけなんですよ。はい。猫女神と、あの、久保の、久保が、あの、ま、小木津並の虚言癖なんですよね。じゃあ、それを僕に伝えられたところで、僕はどうすればいいんですか？あの、なので、その話を聞いて、あまり乗っかりすぎないでほしいんですよね。忠告をされているということですね、僕に対して。お電話では。あの、私のことはあまり言及しないでほしいんです。別に何も言及しておりませんけど。いや、さっき言及してましたよね。え、誰を言いましょうか。名前言いました？個人名出しました？多分インターネットを疲れすぎてしまって、被害妄想激しいんじゃないですか、あなたが。いや、私、あの、裁判、あの、小木津と猫女神の裁判に全く関係ないのに、なんか無理やり巻き込まれてるんですよね。いや、ちょっとそれは分からないです。僕当事者じゃないですから、裁判僕当事者じゃないので、それは直接本人に言ってもらった方がいいんじゃないですか。だって僕が発信するわけじゃないじゃないですか。その2人が発信してることが虚偽だとおっしゃるんであれば、その方々当事者に直接お話された方がいいんじゃないですか。僕に話されても意味ないと思いません？だって僕だって第三者関係ない人間なんですよ。いや、河野さんが今日これから猫女神と会ってその話をするわけじゃないですか。はい、なんでするっていうふうに断言されてるんですか。だってもっといろんな話、いろんなこう
仲間が集まるのに、なんでそれに限定する話があったんですか。いや、さっきそういうふうにおっしゃってたんで。多分、だから妄想っていうか、被害妄想っていうか、そのように感じられてるだけじゃないですかね。だって、まだバーベキューも始まる前に何を話そうかまだ決まってもないのに、なんでそれ断定できるんですか。いや、あの、会って許可もらったら動画でその話をしたいって、さっきおっしゃってたんで。あなたのお名前を僕は言ってましたか。いや、あの、じゃあもし、私の話はしないでほしいというお願い。だから、あなたのお願いだったら、電話でしますと。はいはい。それでいいんじゃないですか。はい。はい。よろしいでしょうか。はい。はい。あの、私のことについては、もうその1ヶ月半を1年半とか、でたらめ言ったり、デタラメっていうよりも間違いじゃないですかね。1ヶ月半だと僕認識ありますんで。別にデタラメだという認識はありません。それにその間違ったことを発言したことによって誰かに迷惑かかるってことはあるんですかね、あの配信上の中で。僕はそういう認識全くないんですけど。あの、私が困ります。困るって言っても、あなたの名前言ってるわけじゃないので、困るっていうのは、それは多分、ご自身の被害妄想があまりにも過剰すぎてるっていうだけじゃないですかね。あなたの名前をフルネームで公開するなり、プライバシーを公開する、電話番号の個人情報を公開してるんで、あるんであれば、困ると思います。シュールだ。あの配信中の中で、あなただというふうに断定できますか、普通の人。バックで長渕が流れてる。いや、あの配信は誰だかわからないので特に問題はないんですけど、そうですね、これからその、はい、多分猫女神がいろいろ好き放題言うと思うんですけど、それにのあの乗っからないでほしいっていう、まあ、乗っかる乗っからないっていうのは別に置いといて、僕は彼ら彼女らが起こしている裁判を傍聴に行く、その傍聴してその感想なりを発信するっていうだけですよ。あの、はい、X ポストを僕あの新しくアカウント、今年の4月、3月ぐらいに作ったアカウントで発信してますけど、小木津伸介君に対しての発信は、その今の係争中の裁判と久保さんなどのブログ紹介っていうしかやりませんって言ってありますけど、それは自由ですよね、僕。それは僕の自由じゃないですか。はい。はい、その猫女神はあのウィズの女関係を面白おかしく公開して私にも嫌がらせをしたいんですよね。それは分からないですよ。嫌がらせを。いや、そうなんです。ずっと粘着されてるんで。いや、それをだってあなた方 の、 そのトラブルがあったってこと僕にいちいち言って、もうしょうがないことじゃないですか。いや、だからそれをサーファーさんを交えてそうしようとしてるので、してるのでって、だってまだ、だって何の話も聞いてないのに、断定されないじゃないですか。まあ、私の予測なんですけど。予測ですよね。予測を今おっしゃられてるんですよね。だから、アドバイスとして、聞いときますでいいんじゃないですか、僕が。あなたの話を。はい。よろしいですか？はい。もし、あの、私の話をしてきた、面白おかしい話してきたら、好きな、この女。あの、なるべくしてほしくないってお願い。のテーマです。僕は聞くだけですから。よろしくお願いします。あの、はい、状況どういうになってるか、今回の裁判がどのように流れになってるのか全くわからないど素人なので、あの話は多分そういった話になると思いますよ。ただそこを深掘りすることは一切ないですよ。興味がないから、そもそも。はい、あの、小木津の、もあの、すみません、小木津の女関係とか全く興味ないんで、あの、はい、小木津との女関係ですよ。全く興味ないですから、僕。それは良かったです。あの、私も、もうこの4年、4、5年前に、もう、小木津と関わったのも、その1ヶ月半だけなんです。うん、だから、それを今になっても、4、5年前。いや、わからないですよ。だから、その、猫女神さんの方に書いてあるのが、その裁判の方で女性関係を、その、想定になってるっていうふうになってたので、意味は、僕も意味わからない状況ですよ。いや、私も意味わからないですよ。だから、なんでわかったかわからないから聞くんですよ。
自然じゃない。それはあの無理やり猫メガネがそうやってあの絡めてきてるんです。いや、絡めてるかどうかっていうのはそういった準備書面だったりとか、もう真実、まあ、あのいろいろ見てみないと分かんないですよ。僕も裁判経験ありますから、ある程度書面を見、目を通す力はありますからね。だそれは見てからの判断になりますから、そのようになんか人をあの巻き込むってるかどうかっていうのは、その、裁判所に提出されている書類を目を通さなかったら分かんないじゃないですか。おぉ、そうですよね。はい。だから、今あの、あなたがおっしゃられているような言葉よりも、その、裁判で何が争われているのかっていうのを見た方が早いと思うんですよね。あの、おぎつは、あの、債務不存在確認。はい。請求。はい。で、猫メガネを訴えたわけですよね。まあ、そもそもでも、訴えてるのは、彼が訴えてるわけですよね。あ、そうですね。で、猫メガネさんが、まあ、反訴してるっていう流れですよね。多分、はい、その、内容は全然わからないんですけれども。その債務不存在で訴えているのに、そのなぜ女関係がそこに。だそれはだから書面、準備書面とか見ないとわかんないじゃないですか。めんどくせえ。どういった証拠を、めんどくせえこれ。今、反訴してるわけですから、こう、絶対つけえ、ね、何号証っていう形で、証拠見ないとわかんないですよね。はい、いや、無理だ、こういう系の。私がからのお願いが、猫メガネが私に嫌がらせするために、もう虚言と嘘を言って、しつこく粘着してきてるんで、知らねえ。ずっと迷惑してるんで。知らねえ。だからそれは直接おっしゃられた方がいいんじゃないですかね。僕に言っても、私、僕に言ってないんですよ。僕に言われたところで、僕はあなたの話がこうあったっていうことは一切言わないですよ。あ、はい。それは言わないでいただきたいです。はい、だから。するのでだから別に連絡があったってことは言いませんし、だからなんですかなんですけども。なので、私の話はもうすごい、危機として喋ってくると思うんですけど、予想で。なので、ちょっと流してほしいなっていうお願い。ただ、情報として、まあ今日はオフ会なんで、それを目的に言ってるわけではないですから、そもそもが。オフ会なんですよ。だから、はい。まあ、頭の片隅に。すいません。せっかく、これから、はい。その時に、その、私の言ったことだけをちょっと。頭の片隅に入れときますよ。あ、はい。よろしいですか？それはよろしくお願いいたします。はい。わかりました。はい。よろしくお願いします。すいませんでした。お時間。はい。失礼します。失礼します。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。っていうことでね、まあ、こんなような電話だったんですけど、よくわからないですね。よくわかんないんですけど、まあ、よくわからないですけど、とりあえず、公開します。はい。で、わかる人はわかるんじゃないのかな。で、あと、俺、こうやってね、なんだろうね、まあ、いいか。まあ、なんでもねえや。なんか言おうと思ったけど、忘れちゃったっていうことで。まあ、とりあえず、まあ、第1弾、第2弾という形で、小木津晋介の元彼女、3年前、いや、4年後、5年前とか言ってるぐらいだからね、これってね。よくわかんないんだけど、いつから付き合ってる、いつ頃付き合ったかっていうのが、3年前とか、4年、5年前とかなってるぐらいだから、そこはまあ、あやふやだけど、まあ、1ヶ月半しか付き合ってないのに、3年付き合ってるっておかしいよね、と。言ってたというのと、そのハッシュタグ1の方で言っているそのチューミウスさんは1年半付き合ってたとかね、なんかそんなようなことをなんかずっと言われてんのかな、この人は。うん、まあ、知ったこっちゃないんだけど、ただまあそういうなんか出会い系なのか、その女関係がいろいろトラブルになっているっていうのがなんとなく推察できるのかなと。だからまあわかんないけど、小木津くんがまあそのインターネットを使ってまあ出会い系に専念されているのかなと。でそういった延長にこのようなトラブルが起きていると、ね、出会い系で、ね、女性とこう関係性を持たなければこういうことにならないわけだし、それこそなんかX で出回ってるね、ふわふわが好きだってあれね、なんかよくわかんないけど、なんか名前がふわふわだよね。リアルだってふわふわちゃんつうのも変だけど、ふわふわが好きだっつってそういったもの出回ってる、なんかよくわからないけど、小木津晋介っていう、まあ彼はいろんなそのインターネット上で、まあ、女性と出会って、
そして最終的に何かトラブルになってるっていうのが感じられる。このエマさんっていう人もそうだし、ふわふわちゃんっていう人もそうだし、まあ、うん、そういうところをね、皆さんが、まあ、ジャッジしてもらえればいいんじゃないですか。今後のね、あの、彼のその社会活動、まあ、できるかどうかわかりませんけどね、正直者がバカを見ない世の中へって言ってますけど、まあ、あの、ご自身がね、正直ではないね、4年間、資格詐称、一級建築士とかね、あの、行政書士とか、まあ、直近で言うとなんか、あの、出てきたのが、電気工事士持ってるって言っときながら持ってないとかね。まあ、どんだけね、資格をね、詐称し、そして、まあ、そういった嘘を言い続け、そして、まあ、その、久保さんと、あの、駒田をね、その、名誉毀損で訴えて、そして、まあ、その争点となってたのが、まあ、資格詐称だったわけです。で、その資格詐称だったところが、まあ、検察にめくられ、そして、まあ、不起訴処分という形になって釈放されたと。まあ、身柄をね、最大拘留23日間拘留させたっていう事実がありますし、そういったところの流れで駒田氏、そして久保さんが裁判を提訴したというところで、水戸地裁11月11日ですね、まあ、午後2時からだと思いますけど、水戸地裁傍聴ツアーは企画し、あの、しておりますし、皆さんぜひ、あの、参加してください。で、その後、まあ、あの、水戸にね、あの、ホテル、あの、宿泊、水戸に、あの、もうホテル取っておりますので、まあ、そこに宿泊をしますんで、まあ、水戸で、あの、一泊っていう形で、あの、時間ある方はね、あの、宿泊兼、あの、オフ会に参加してもらえたらいいなと思います。で、実はその日にね、ある、あの、企画をしております。はい。まあ、それは、まあ、ちょっとこの動画では言えないですけど、当日発表したいなというふうに思いますので、ぜひその傍聴ツアーにお越しいた、あの、傍聴ツアーに来ていただきたいです。来れば、超面白い企画をその日にやりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。